ダイエットや腹筋をしてもなかなかお腹がへっこまないよっていう方、反り腰の方、お腹が出ている日もあればお腹が出てない日もある、そういった方におすすめなデッドレッグレイズという腹筋を紹介していきます。お腹をへこませる腹筋のポイントとしては、骨盤が立てられる、腰がちゃんと床につくメニュー、負荷が高すぎない、力みすぎないレベルに合った腹筋メニューというのがポイントになります。そこで今回は初級、中級、上級と3種目紹介していきます。各30秒ですので、自分のレベルに合ったエクササイズを見つけて行ってもらえたらと思います。腹筋というのはとてもお腹に効かせる意識というのが大切になってきます。そこで今回は5種目各5秒ずつお腹に効かせるようにストレッチを含めていきます。それではスマホを持って一緒にやっていきましょう。5種目なんですけども、両膝抱える、片足抱える、反対も抱える、両足伸ばす、上体だけ起こす、今の5種目を各5秒ずつやっていきます。それではスマホを持って見ながら一緒にやっていきましょう。まずは両足抱えます。いきます。しっかり抱えて腰を床につけてください。はい、今度は片足にします。しっかり抱えて、はい、反対にします。両足伸ばします。上体だけ起こします。OK です。今の簡単なことでお腹に効きやすくなるんです。しっかり腰が伸ばされて、お腹を効かす意識ができて、ストレッチすることで腹筋の際に無駄な力が入らなくなります。それでは腹筋の初級編からやっていきます。今回はデッドレッグレイズをやっていくんですけども、上半身は万歳から起きるっていう動きをします。それに合わせて足を片足ずつ動かしていきます。この片足ずつ動かすいいところは、両足だけ動かしてみると分かると思うんですけど、今腰が少し浮いてると思います。両足上げると浮いてる腰がつくのがこの辺になってしまうので、お腹に効かす位置っていうのがここからここ、これぐらいの幅になってしまいます。それだとあまり腹筋に効かないので、片足だけ動かすとこの辺からも腰が床につけれてると思います。そうするとここからここまでしっかり腰がついた状態で腹筋を行えるので、より腹筋に効きやすくなります。これをゆっくり息を吐きながら、ふーふーという感じで足を入れ替えていきます。ペースはマイペースでいいですが、動きはゆっくりな方がいいです。これを30秒間左右足を入れ替えながら行っていきます。スマホは持ったままマイペースでいいです。それではスマホを見ながらいきましょう。いきます。しっかり足を上げてください。しっかり足上げて、上体しっかり起こして、辛い方は手の反動を使ってもいいです。手をしっかり振って、ももに胸をつける感じです。はい、 OK です。次は中級編です。中級編は今の動きに合わせて足を床につけずに、こういう感じです。起き上がって気持ちキープです。気持ちキープしてお腹が疲れたぐらいで一回帰ります。30秒いきましょう。それではいきます。しっかり足を抱えて、できるだけ手を伸ばして、スマホ持っとくの難しい方は置いてください。掛け声だけ聞いて、しっかり気配で、足は伸ばしたままできるだけ抱えてください。うわー、お腹に効いてきた。うわー、 OK、 ガー。ラスト、上級編は今の動きに加えて
できるだけここでキープ、息吐き切ったぐらいで足を入れ替えるっていうふうに行います。目安としては8秒間ぐらいキープがいいと思います。8秒ぐらい息を吐いてキープして、息吸ってまたキープ、いきましょう。ラスト、それではいきます。スタート。張り抱えて、できるだけキープ、入れ替えて、足をしっかり上げて、反対、できるだけ起きて、はい、反対、しっかり息吐いて、あと少し、しっかり起きて、手を遠くに伸ばして、OK、OK。お疲れ様でした。今のデッドレッグレイズ、お腹にしっかり効いたんではないでしょうか。どうでしょうか。よかったらやってみた感想というのをコメント残してください。今の分はしっかりね、片足ずつ動かすことによって床に腰をつけやすくなります。そして床に腰がつくということは骨盤が立てられるので、より腹筋を締めておくことができます。疲れてくるともちろん倒れたくなりますよね。それを倒れないようにお腹を縮めたままキープするので、アイソメトリック収縮というのが起きて、お腹にしっかり効くようにできます。そこに加えてしっかり上体を起こしていくので、お腹全体でも下腹部と息をしっかり吐く腹横筋というのが身につきますので、お腹をしっかりへこましたい方にはとってもとってもおすすめな腹筋メニューなんです。今30秒間頑張ってやりましたけども、慣れてくるともう少しね、時間を伸ばしてもいいと思います。あとは上体を起こしたままキープする時間を伸ばす。そうすることで少ない回数でね、腹筋にしっかり効かせてお腹へこませれるので、ぜひねやってみてください。頑張ってみたよって方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやってますので、よかったらリンクのフォロー、そして動画のシェアの方もご協力よろしくお願いいたします。動画を詳しく説明するためにサブチャンネルの方に詳しい解説をこれから載せていきますので、説明欄にサブチャンネルのリンク、そして動画の最後にサブチャンネルの登録できるリンクがありますから、上の方に。よかったらサブチャンネルの方も登録しておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。